サウスカロライナ州の歴史では、現在のアメリカ合衆国サウスカロライナ州の地域に、少なくとも、紀元前1万3000以年に、先住民族が住み着いてからの歴史を概説する。サウスカロライナは、アメリカ合衆国独立時13植民地の一つであった。その歴史は、海外の諸外国からも、連邦政府の支配からも、政治的独立に向けた非凡な関わり方で、 特徴付けられる。重症主義や奴隷貿易の礎石として、南北戦争の火薬村として、ジムクロー法の本家として、またディキシークラット運動の心臓部として、サウスカロライナの歴史はアメリカにおける集中排除の縮図であり続けた。現在サウスカロライナ州となっている地域に人が住み始めたのは少なくとも、紀元前1万3000年であるが、記録に残る歴史は、 エルナンド・デ・ソトが訪れた1540年に始まる。カロライナの領主植民地は1670年のチャールズタウンにイギリス植民地の一つであったバルバドスから移民が入植したのが始まりであった。植民地の初期から領主に対する不満が存在した。1715年から1717 17年にかけての山しい戦争の後、開拓者は領主制を打倒した。 1719年、植民地は公式に王室領植民地となったが、領主たちは1729年までその権利を保持した。カロライナの北部と南部の違いは、領主支配の間も認識されていた。南北それぞれに別の政府が設立された。二つの植民地の事実上の分割は1729年に王室領として認められた時に、 正式のものになった。サウスカロライナは1776年3月15日にイギリスからの独立を宣言し独自の政府を打ち立てた。アメリカ独立宣言に署名することによりアメリカ合衆国に加盟した。2年間、そのプレジデントはジョン・ラトリッチであり、後に知事になった。1778年2月5日、アメリカでは 最初の憲法となる連合規約を批准することでは最初の国となった。南北戦争を開始させた攻撃前のサムタートリで、1861年の藩が1860年に反奴隷制を考領とするエイブラハム・リンカーンが大統領に選ばれ、サウスカロライナ州は即座にまた注目に値する全会一致で合衆国からの脱退を決めた。 1860年12月24日、合衆国を離れる最初の州となった。翌年2月にはアメリカ連合国に加盟した。4月には南北戦争が始まり、南軍はチャールストンにある北軍のサムタートリデを攻撃した。南軍が敗北した後、サウスカロライナはレコンストラクションを経験した。解放された。 アフリカ系アメリカ人や貧乏な白人が、レコンストラクション中に恩恵を受け、公民権を拡大し、公的教育制度を作って予算化し、社会福祉制度を作った。サウスカロライナで成立した憲法は27年間修正なしで、保たれ、レコンストラクション中に制定された法律はそれよりも、長く続いた。アフリカ系アメリカ人の進歩は短命に終わった。 白人の縁主が支配者として復帰すると事務苦労法を成立させ、これは特にサウスカロライナでは厳しいものであって公的な場でアフリカ系アメリカ人を分離し、その労働者の運動を支配した。世紀の変わり目にはアフリカ系アメリカ人の権利を実質的に制限する法律を通した。サウスカロライナでは南北戦争の前からアフリカ系アメリカ人が 多数派であったが、リンドン・ジョンソン大統領の任期中の1964年に、公民権法の下で保護を回復するまで、その権利は制限されたままであった。1865年から1940年まで、サウスカロライナ州は貧しかった。公的教育の予算が足りず、特に、アフリカ系アメリカ人の教育水準は低かった。大半の人々は、 農園で暮らし綿花を育てた。より潤っていたのは土地所有者であり、小作人すなわちシェアクロッパーが農作業を行う農地にその土地を分割するとともに雇用した労働力で自分の土地も耕作させた。ピードモント地区に徐々に工業化の波が伝わり、綿花を布地にさらに衣類に変えて国内市場に売る繊維工場ができた。政治的にはサウスカロライナは ソリッドサウスの一部であった。アフリカ系アメリカ人は税金を払いたの市民の義務を支えたにもかかわらず、その権利は制限されており、1900年から1960年代遅くまで黒人の役人は選ばれなかった。白人は、ジムクロー法時代に人種差別を厳格に強制し、アフリカ系アメリカ人が教育を受ける機械、代表となり自由に、 公的活動を行う機会を制限した。1960年代の公民権法は人種差別を終わらせ、アフリカ系アメリカ人や他の少数民族の選挙権を保護した。免許が支配する時代は1950年代までに終わった。集中に工場が建てられ、農夫の大多数は農業から離れた。2000年まで、 大統領選挙ではカくクに共和党を支持してきたが、州及び地方政府の選挙では二大政党が争ってきた。人口は増え続き2000年には400万人に達し、海岸地区は観光客や現役を退りいた人には一等地となった。貧窮率は13.5%であり、国平均の11.7%より少し悪い程度である。サウスカロライナ地域には、 ヨーロッパ人による探検の前に数千年間アメリカ州の先住民族が住んでいた。考古学調査によって道具を作る遊牧民が紀元前1万3000年までにこの地に住んでいたことを示している。ヨーロッパ人による最初の探検の時まで29種族の先住民族がサウスカロライナ州となる領域内に住んでいた。 カロライナ植民地16世紀の終わりまでに、スペインとフランスが何度か、偵察任務の者を派遣し、植民地化に失敗した後でこの地域から離れた。1629年、イングランド王チャールズ一世は、北緯36度線から31度線までのあらゆる、ものについて、その検事総長に直挙を与えた。国王はこの土地を、カーラナ植民地と呼んだが、 国王自身の名前のラテン語形に習って、後に発音上、カロライナと変えられた。1663年、チャールズ二世はこの土地を8人の貴族、植民地領主に与え、領主たちは、領主植民地として、カロライナ植民地を支配した。1715年から1717 17年にかけての、やまし戦争の後、植民地領主は増大する圧力のもとにあるようになり、 1719年には、その直径を国王に返還することを強いられた。領主たちは1729年まで土地の権利を保持したが、この時点で植民地は正式にノースカロライナとサウスカロライナの各植民地に分割され王室領となった。 1670年に4月、アシュレ川とクーパー川の合流点、アルバマールポイントに開拓者たちが到着し、チャールズタウンを建設し、国王チャールズ2世にちなんでその町の名とした。植民地時代を通じて、カロライナは、スペインとの戦いや、ヤマシー戦争とチェロキー族との戦争を含む、先住民族との多くの戦いを経験した。最初の数十年間、 植民地のプランテーションは比較的小さく、その富は主に鹿川とインディアン奴隷をインディアンと交易することから生まれた。米作の技術と知識があるアフリカ人奴隷の輸入によって18世紀の初めの数十年間農園主はプランテーションで米の栽培を始め海岸地域で盛んになった。奴隷にされたアフリカ人は米作を定着させるために溝を掘り、 ダムを作りその他の手段を施して、大きな土木工事に相当するものを作り出した。定地がまず開拓され、プランテーションを作り出して、大規模土地を所有することになった、富裕な人々に支配された。大土地所有者は労働力として、白人の年季方向者を輸入したが、これはほとんどイングランドの10代少年少女であり、 自分の土地を変えるという希望を持って渡航費の代償に働きに来た者たちであった。農園主たちは植民地の労働力としてアフリカ人も輸入した。初期には年季暴行と奴隷の境界は流動的であったが次第に奴隷化の条件が固まってきた。18世紀の初めまでに農園主たちはその労働力を主に奴隷化したアフリカ人に頼るようになった。 ヤマシー戦争の後で、荒廃地にいたインディアンの人口が著しく、減少した。海岸地区とは対照的に、新しく空白区となった、荒廃地は主に、ペンシルベニアやバージニアから素早く南下してきた、スコットランド系アイルランド人及び北ブリテンの移民によって開拓された。アルスター、すなわち、スコットランド定地やイングランド北部からの移民は、 独立以前のイギリス諸島から来た集団の中でも最大であり他の者たちよりも遅く大半が18世紀に移民してきた。このような北ブリテンの移民はサウスカロライナ内陸の大半では多数派となった。この地域の環境特性はイギリス境界地域の文化によく合っていた。このような移民は南部中の広配地に入植し零細農業に頼っていた。 彼らはほとんど奴隷を所有しなかった。経歴、階級、奴隷の所有、経済及び文化に違いがあったので、政治の世界に現れる定地と内陸の長年にわたる競合があった。海岸地域の農園主は、米と愛という奴隷の労働力による栽培に頼る主要農業生産物で富を得ていた。これら生産物を輸出することでサウスカロライナは、 独立以前では最も富裕な植民地の一つになった。18世紀の初頭頃、農園主たちは主に、ジョージタウンやチャールストン地域の海岸で米作を、始めた。奴隷にされた、アフリカ人は米を栽培していた地域である、西アフリカやシエラレオネから輸入された時に、様々な品種の稲や、その栽培技術をもたらした。カロライナゴールドとして知られる最良の米品種は、 その色といい収穫量といい、プランテーション所有者に大きな富をもたらすことになった。1740年代、イライザルカスピンクニーが、愛の栽培をはじめ、サウスカロライナ海岸地域に広めた。インディゴ・ボナンザが続き、1750年代予測には、サウスカロライナにおける、生産量が100万ポンドに近づいた。この成長はイギリスが一ポンドあたり六ペンスの、 助成金を出したことで加速された。これに加えて、生川と海軍用品や木材に植民地の経済は依存していた。海岸の町は、南部のリブオークを主要材料として、貿易を支援するための造船を始めた。サウスカロライナの自由な憲法と早くから貿易で繁栄したことで、セファルディムのユダヤ人移民を引きつけた。大半は、ラムシュや、 佐藤の貿易に関わっていたロンドンやバルバドスからやってきた。1800年時点でチャールストンにはアメリカでも最大のユダヤ人人口がいた。アメリカ独立に先立ってイギリスは歳入を補うためにアメリカ植民地への課税を始めた。サウスカロライナの住人は茶、紙、ワイン、ガラス及び油に課税するタウンゼンド処方に激怒した。飲酒法に抗議するために 裕福な米プランテーション所有者、トマス・リウンチ、26歳の弁護士、ジョン・ラトリッチ及びクリストファー・ガズデンを1765年にニューヨークで開催された飲酒法会議に送り込んだ。所税は撤廃されたが茶税は残った。間もなく、ボストン茶会事件と同様に、サウスカロライナの人々もチャールストン港に茶を投げ入れ始め、その後にはボイコットや抗議が続いた。 サウスカロライナは1776年3月15日にイギリスからの独立を宣言し独自の政府設立に動いた。イギリスとの貿易の歴史が長かったので定地の都市には多くのロイヤリストがいた。アメリカ独立戦争の間にサウスカロライナで起こった戦いの多くはカロライナのロイヤリストやイギリスと同盟したチェロキー族インディアンとのものであった。 このことは、イギリス軍の将軍ヘンリー・クリントンにとって、利点となり、その戦略は、フロリダの戦闘オーガスティンから、北へ行軍し、北部で、ジョージ・ワシントン軍を挟み撃ちすることであった。クリントンは、何の脅威もなかったパトリオットの逃げる兵士を攻撃し、全滅に近くさせることで、ロイヤリストとは、疎遠になり、パトリオットは激怒させた。 白人の植民地人だけが自由を望んだものではなかった。植民地にいる奴隷の4分の1に相当する2万5000人以上が独立戦争の間に逃亡しイギリス軍に加わった。アフリカ系アメリカ人はイギリス軍と共に戦えば解放を約束されていた。1780年10月7日、キングスマウンテンの戦いでピケンズは 南北カロライナの部隊を引き、丘の上にいたイギリス軍、パトリック・ファーガソン少佐とそのロイヤリスト部隊を攻撃した。これは民兵と訓練のされていない大陸兵によって勝ち取られたものだったので、パトリオットにとって特に大きな勝利となった。トーマス・ジェファーソンはこれを流れを変える成功と呼んだ。これはイギリス軍がチャールストンを占領してから、 初めてのパトリオット側勝利であった。パトリオット軍は川沿いで、バナスター慈悲なしタールトン大佐の部隊を罠にはめる、ことで、訓練の施されていない部隊のまま、チャールストンとサウスカロライナの回復に動いた。1787年、ジョン・ラトリッジ、チャールズ・ピンクニー、チャールズ・コーツ・ワース・ピンクニー及びピアス・バトラーが、憲法制定会議の開かれるフィラデルフィアに行き、 アメリカ合衆国憲法の詳細な概要となるものの作成に関わった。合衆国憲法は1787年にサウスカロライナ州によって批准された。新しい州憲法は内陸部の支持がないままに1790年に批准された。1786年のコットン人の発明のおかげで内陸部と低地の経済はその富の格差がなくなった。 低地は朝鮮維綿花を栽培できたが、内陸部の土壌では短繊維の綿花しか作れなかった。低地の綿花は手で容易に分離できたが、イーライホイットニーによるコットンジンの発明で内陸部の短繊維綿花も容易に分離できるようになった。この発明で農夫たちはその綿花畑を拡張するためにさらに多くの労働者を必要とするようになった。 内陸部の農園主は奴隷化されたアフリカ人の輸入量を増やした。19世紀の初めにはサウスカロライナの白人人口20万人に対しアフリカ系アメリカ人15万人がおりほとんどが奴隷であった。チャールストンにおける政治腐敗の危険を避けるために州都はコロンビアに移された。米英戦争の前、州議会は 北部の産業が商品を輸出することを妨げる法案を通し国内の党派的対立となった。しかし戦後はジョン・カルフーンが産業の強化の必要性を訴え高い保護関税を提案した。カルフーンは後に全く逆の立場に変わった。1828年、カルフーンは憲法を解釈して各州の州政府はその州の中では 連邦政府よりも強い権限があると決めた。その結果、もしある州が不必要と判断すれば、その領域内で連邦法を無効化できる権利があるとされた。1832年、サウスカロライナ州議会が連邦政府が決めた憎むべき関税を即座に無効化したとき、アンドリュー・ジャクソン大統領は、この行動をあからさまな反逆であると宣言し、 法律を強制するために、アメリカ海軍の艦船をサウスカロライナに派遣させた。カルフーンは副大統領を辞任し、サウスカロライナの上院議員になって、仲間のカロライナ人を刺激している問題の解決を、図り、合衆国からの脱退の動きを止めようとした。連邦軍がチャールストンに到着する前に、カルフーンと上院議員のヘンリー・クレイが妥協に達した。 クレイは1833年の妥協関税、すなわち10年間は低い税率に抑えるという法案を合衆国会員で通した。奴隷を所有する白人はアフリカ系アメリカ人奴隷に大きな投資を行い、かつ奴隷の数が白人を上回るようになったことを認識していたので奴隷制度に関する心配が増えていった。 1822年自由国人職人で説教師のデンマーク BG が一体の奴隷と自由国人を使ってチャールストンの白人支配を転覆させる計画を立てたという角で有罪を宣告された。これに驚いた白人たちは外出禁止令を敷き奴隷におみかきを教えることを禁じアフリカ系アメリカ人による多人数の集会を禁止した。 自由国人が存在すること自体が、奴隷社会に対する挑戦であると見られたので、サウスカロライナ議会は、奴隷所有者たちに、それまでの慣例であった遺言や遺贈により解放を、許すのではなく、解放を望む者それぞれついて、衆議会に請願することを要求した。白人社会はたびたび奴隷反乱の噂に怯えたが、奴隷が暮らしている条件を考えれば奴隷たちによる、 暴力の可能性は比較的少なかった。1860年までに州の人口は70万3620人となり、その57%、すなわち40万2000人以上が奴隷であるアフリカ系アメリカ人に分類された。自由国人の数は1万人をいくらか下回るものであった。自由国人の大半はチャールストンに住み、熟練校、 職人及び労働者として暮らしを支え、独自の地域社会を持った。サウスカロライナ州がその経済において、過度に綿花に依存していたことは、三つの方向で、南北戦争後の貧窮につながった。農園主は、栽培によって、広大な土地を疲弊させており、内陸の商農は、綿花のために自給自足農業が減っており、さらに他の州の大きな利益が、 白人も黒人も有能な多くの人材の流出に繋がっていった。1820年から1860年の間に20万人近い白人が主に新南部の州や辺境での機会を求めて州を離れた。彼らの多くは奴隷のアフリカ系アメリカ人を連れていった。新南部プランテーションのために貿易業者に売られた奴隷もいた。 州内の最も富裕な人々は土地を越えさせておくことや製造業を奨励するために投資していなかった。サウスカロライナの白人で奴隷の解放を選択肢として見ている者はほとんどいなかった。州内の大半の場所で多数派となっている黒人が解放されれば彼らは白人が大切にしてきた社会と文化をアフリカ化するのではないかと恐れた。 このことは、西インド諸島のいくつかの地域で起こった奴隷による革命の後で起こったと信じていることだった。カロライナの指導者層はいかなる種類の脱退にも反対する。連邦主義者と脱退は、州の権限だと信じるものとに分裂した。ジョンカルフーンは、乾燥し、不毛の西部では、プランテーションの仕組みを維持できず奴隷がいないままになると言った。 合衆国議会は、新しい領土から奴隷制を排除すべきではなく、その領土内で奴隷制を認めるか否かは自分たちで選ばせればよいと提案した。しかし、カルフーンが1850年に死んだ後、サウスカロライナは国家的見地で立ち、即座に脱退を望む、抗戦的なカロライナの党派の行動を抑えられるような偉大な指導者がいないままであった。 アンドリュー・ピケンズ・バトラーは、チャールストンの出版社で即時脱退を推奨し、必要ならば、独立を歌うロバート・バーン・ウェル・レットと議論した。バトラーが、この議論に勝ったが、レットはバトラーより長生きした。国民が、エーブラハム・リンカーンが、大統領に選ばれることになると信じ始めた時、新南部の諸州は選択肢を議論するために会議を、召集した。サウスカロライナは、 そのような会議を招集した最初の州であり国政選挙の後の12月に返した。1860年12月17日、コロンビアの第一バプテスト協会に集まった大議員は全会一致で合衆国からの脱退を決めた。ジェームズ・ブキャナン大統領は脱退が違法であると宣言したがそれを止める行動を起こさなかった。アメリカ連合国の国旗が翻る,る。 砦デの内部。1861年その6日後で、クリスマスの次の日、チャールストンにいたアメリカ軍の指揮官、ロバート・アンダーソン少佐が、チャールストン港にある島の要塞、サムター・トリデに命令に反して退却させた。サウスカロライナ州兵は本土にある放棄された砲台に、群がり集まり島に向けて、大砲を撃つ訓練を行った。サムターは、 海軍がチャールストンへ侵入することを防ぐ重要な地点であり、南軍は連邦軍が無期限にそこに止まっていることを許すわけにはいかなかった。さらに重要なことは、外国の軍隊がその最大の港を支配しているということは、アメリカ連合国が真に独立していないということを意味した。これはリンカーンが指摘したことであった。2月4日。 コットン州7州の議会がアラバマ州モンゴメリーに集まりアメリカ連合国の新しい憲法を承認した。リンカーンはアメリカ合衆国が不可分の一つの国であると述べ南部諸州の脱退権を否定した。サウスカロライナ州は1861年2月8日にアメリカ連合国に加盟し独立したサウスカロライナ州の状態を6週間足らずで終わらせた。 バージニア州の政治家、ロジャー・プライアは、オールド・ドミニオンをアメリカ連合国に加盟させる唯一の方法は、サウスカロライナ州がアメリカ合衆国に戦争を仕掛けることだと、チャールストンで言った。手始めの場所は、チャールストン港の真ん中にあった。港の縁には、約6000名の者が駐屯し、サムター砦の60名に向かって仕掛ける用意が、できていた。 4月12日午前4時半、激しい交渉のあった2日後、アメリカ海軍の艦船が郊外にいる状況で砲撃が始まった。このことは、ジェファーソン・デイビス大統領とその内閣が決定した。エドマンド・ラフィンは通常、最初の砲弾を放ったものとされている。34時間後、アンダーソンの部隊が白旗を上げ、軍隊機をなびかせ、対抗を叩きながら、 砦から去ることを許された。アメリカ国旗を下ろす前に50発の砲声を放って国旗を祝した。南部は人工、武器、海洋技術で不利であった。南部のもので水夫は稀であった。連邦政府の艦船が南部に移動し港を一つ一つ封鎖していった。11月にはすでに北軍がボーフォ法都地区の諸島を占領し、 チャールストンやサバンナの港を塞ぐ人員と感染の重要な基地とした。多くのプランテーション所有者はすでに遠くに逃げ場を求めており、時には奴隷も連れて行った。諸島に残ったアフリカ系アメリカ人は、この戦争で最初に解放された人となった。諸島は教育のための実験の場となり、北部の任務を帯びた教師たちが、元奴隷の成人や学ぶことに、 熱心な子供たちを見出し、また、アフリカ系アメリカ人は自分たちのために土地を確保、できたので自給自足農業を始めた。サウスカロライナは重要な拠点であり、1863年から、北軍は、チャールストーンを占拠しようとして失敗したが、1865年まで、州内では、軍事的衝突はあまり起こらなかった。北軍の将軍ウィリアム・シャーマンが、 サバンナで海への進軍を完成させ、コロンビアを占領して、ノースカロライナに向かった。この行軍にはほとんど抵抗がなかった。1865年に行われたシャーマンの、両カロライナの行軍によって、コロンビアや他の多くの町が焼かれた。州内には、貧窮の時代が来た。農業不況が起こり、労働市場における変化が農業を混乱させた。また、 サウスカロライナ州は他の南部州よりも多くの若い白人男性を戦争で失っていた。記録に残る戦死者は18,666名であるが戦争による負傷が元で死に至った者は21.146名に達すると考えられる。これは1860年時点での国勢調査でサウスカロライナ州の18歳から45歳までの 白人男性のうち31内セ35%に相当した。1865年2月21日、南軍がついにチャールストンを明け渡し、黒人第55マサチューセッツ連隊が市中に入った。アメリカ合衆国国旗がサムター砦に再度掲げられる式典で、元砦の司令官、ロバート・アンダーソンは二人のものと慶応大に上がった。その二人とは、 アフリカ系アメリカ人で北軍の英雄、ロバート・スモールズと、デンマーク・ビリージーの息子であった。アフリカ系アメリカ人は長い間州内人口の多数を占めてきた。レコンストラクションの間に、サウスカロライナ政府で初めて顕著な役割を演じ始めた。戦前や、戦中の政界にあった反北部勘定にもかかわらず、州の指導的世論形成者、 ウェードハンプトン三世を含むサウスカロライナの住民は白人市民がアンドリュー・ジョンソン大統領の言う合衆国際加盟の条件を受け入れるものと信じた。しかし、1865年に衆議会は黒人法を通して北部人を怒らせ解放奴隷に対して奴隷制に準じるものを課そうとしていると告発された。 サウスカロライナの黒人法は次のように記述されていた。黒人法は北部の世論を激怒させ、外見上どの州でも実行に移されることはなかった。急進派共和党が1866年の選挙に勝利して、レコンストラクションの過程を支配した。軍はあらゆる男性投票権者を登録し、選挙では解放奴隷、 カーペットバッガー及びスキャラワグの連携になる共和党政府が選ばれた。連邦政府が強制した1868年の新憲法で民主的改革が進んだ。スキャラワグはそれを支持したが、大半の白人は共和党政府を黒人の利益のみを代弁しているとみなしてほとんど支持しなかった。法律で元南軍病に武器を持つことを禁じていたが、 実質的に州内で生まれた白人男性がすべてこれに該当し、特にライフルを持った黒人州兵隊がサウスカロライナの町の通りで訓練を始めると緊張を高めるだけであった。人種間の敵意に加えて元奴隷が白人を裏切ったという多くの白人の感情があった。戦前、奴隷所有者は奴隷を待遇よく扱っていたので、 奴隷の中精神も得ていたと確信していた。北軍が入ってきて何千という奴隷が脱走し、奴隷所有者は当枠した。黒人は先を争ってその新しい権利を確保しようとし、白人は黒人の権利を否定することで社会的地位にしがみつこうとした。その後間もなくクークラックスクランの襲撃が始まり、白人優位の社会を取り戻そうとして、黒人や 黒人同調者を脅し殺した。ある地域では数年後に土地の指導者がその運動を抑え込んだ。1876年、特に黒人人口が白人よりも少ないピードモントの町では緊張関係が高まった。レッドシャーツによる多くの自慰行動があり、白人民主党はいかなる手段でも次の選挙に勝とうと決意した。自警団的な集団であるレッドシャーツは、 サウスカロライナの流れを変え、この年こそが支配を奪還するときであり、黒人を脅すことで投票させないようにできると、白人たちに確信させた。暴力沙汰を理由に、共和党の知事ダニエル・チェンバレンは治安を維持するために、ワシントン DC からの支援を求めた。ユリシーズ・グラント大統領は秩序を回復し公正な選挙を行うために、連邦軍を派遣した。 1874年にミシシッピ州の支配を取り戻したミシシッピ計画をモデルとしてサウスカロライナのリディーマーは黒人を脅迫し切腹し支配した大型拳銃やライフルで武装し馬であらゆる共和党の集会に乗り入れ発言の機会を要求した レッドシャーツが群衆の間を動き回った。各人が監視する黒人を選び、妨害するようならば射殺すると、個人的に威を脅した。リディーマーは、多くのライフルクラブを組織化した。解体するようにという命令には従いながら、時には、伝道協会とか、ダンスクラブとしてしかもライフルを持って、再組織化した。民主党候補者への投票を拒む。 黒人活動家やスキャラワ軍に対しては厳しい経済的ボイコットを課した。人々は政治的見解のゆえに職を失った。リディーマーは敵を打ち倒したが、いつも法の中でのことだった。流血を呼ぶ紛争は数少なかった。ウェードハンプトンは州内で40回以上の演説を行った。 多くの黒人共和党員が彼の側について赤シャツを付け白人と共に行進した。大半のスキャラワグは民主党に倶した者がそう呼ばれたようにヨルダン川を渡った。選挙の当日、両党によって採用されたあらゆる面からの脅しがあり、1877年の妥協で中心的な役割を演じたワシントンでもその結果が論じられた。 どちらの党も勝利を宣言した。民主党が自分たちの建物に移るまでの間、しばらくは州議会議事堂の議場で二つの異なる州議会が並んで仕事をした。そこでは民主党が法案を通し続け州の仕事を遂行したが、共和党も全く同じようにした。共和党の州議会は汚染された、選挙結果を棚上げし、チェンバレンを知事に再選した。 一週間後、ウェイドハンプトンが民主党のために就任宣誓を行った。最終的に合衆国大統領、ラザフォード・ヘイズがサミュエル・ティルデンと戦った、大統領選挙での南部の支持に応える形で、コロンビアから連邦軍を引き上げさせた。共和党政府は崩壊し、チェンバレンは北部に行き、ウェイドハンプトンとそのリディーマーが政権を取った。 サウスカロライナの救世主、ウェードハンプトン三世位、ウェードハンプトン将軍や他の元南軍古参兵に引きられる民主党は戦前の政策に戻すことを支持した。保守派あるいはブルボン民主党として知られるこの指導層は政府による必要最低限の介入と白人優位を維持しつつ黒人との融和政策を好んだ。また保守派の興味はサウスカロライナ大学を 戦前の州内高等教育制度を指導する、結出した位置づけに戻すこともあった。民主党はひとたび政権を取るとすぐに、その地方固め旧新派共和党によって、州内に与えられた損失の回復に努めた。共和党員がその役職を辞任するように圧力をかけたので、一年以内に、立法府と司法府の役職はしっかりと民主党の支配下に入った。 レコンストラクションの間に行為にあった共和党員によって行われた汚職や不正行為に対する調査を始めた。1876年の選挙運動での暴力沙汰に関わったとして告発されていた白人の基礎を連邦政府が取りやめた時に共和党員の告訴も取り下げられた。民主党はその位置づけが安定すると次は秀才の問題に取り掛かった。 レコンストラクション中の政府は公的教育制度や新しい事前制度を刑務所の改良と共に打ち立てていた。そこに汚職が生まれたが恩恵を受けたのはほとんど白人の南部人だった。戦前は農園主階級が教育のような公的プログラムの支援をこの番だために税金は過度に低かった。戦後期の緊急事態は秀裁を急速に拡大させた。 旧新派共和党が1868年に権力を握った時の集裁は540万ドルであったのに対し共和党が州政府の権限を失った1877年には1850万ドルまで膨れ上がっていた。マーティン・ゲイリーに率いられた内陸軍の多くの民主党員は集裁を全額帳消しにするよう要求したがゲイリーは チャールストンの債権者に反対された。ウェード・ハンプトンによる妥協案が提示されて成立し、1882年10月までに、集債は650万ドルまで減額された。保守派によって行われた他の議会主導施策は、その主要な支持者である農園無視や事業化階級に恩恵を施した。あらゆる税金が引き下げられ、 貧乏な白人や黒人を助けていた公的な社会と教育のプログラムに対する予算がカットされた。口頭での契約が法的に拘束力あるものとされ、契約不履行は刑事犯罪として強化された。また農園主に対して負債があるものは労働で、負債を召喚できるとされた。さらに、サウスカロライナ大学は士官学校とともに再開され、州政府によって、 寛大に支援された。1880年代遅くまでに、農民運動が州内に広がり、時給のオフがその政治的権利を行使することを、奨励した。彼らは議会に圧力をかけて、農業大学を作らせた。1887年に、議会は渋々ながら、サウスカロライナ大学に農学部を併設して、要求を満たした。 ベンジャミン・ティーマンは農民を刺激して、コロンビアの政治とは無縁な農業大学を別に、要求させた。保守派民主党は1889年についに折れた。1890年、ティルマンは、知事選に目をつけた。農民たちが、その立候補で結集し、容易に保守派民主党の候補者、アレクサンダー・ハスケルを破った。保守派は、 州内の農民運動の力をつかむことに失敗した。彼らはもはや南北戦争で戦ったものに、自動的に尊敬の念を抱く世代ではなかった。それだけでなく、ティルマンのユーモアがあり、ゲビタ演説が好みの問題で、彼よりも繊細ではない大衆にアピールした。ティルマンの動きは、多くの提案や持論を法制化することに成功した。 その中でも、新しい州憲法の制定と、アルコールに対する終戦倍制度が挙げられる。ティルマンは、黒人が支配することについて、病的な恐れを持っていた。白人特権階級は、アメリカが衆国憲法修正第15条に、抵触することなく、黒人や貧しい白人から賛成権を取り上げる、規定を含む新しい憲法を作った。このことは主に、 人頭税やアフリカ系アメリカ人や貧しい白人に悪影響を生む、識字試験のような有権者規制に関する規定を通じて成し遂げられた。1895年に新憲法が発布され、投票権は実質的に白人のみに限定された。レコンストラクションの間、衆議会会員では黒人議員が過半数を占めていた。新しい制度では14万人の黒人のうち、 1> 約1万5000人のみが有権者登録する資格があるということを意味した。実際に白人登録官によって管理される主観的な有権者登録方法によってさらに多くの黒人が投票を禁じられた。さらに民主党予備選挙は白人のみに限定された。1896年10月までに黒人が過半数という状況の中で 白人党員は5万人いたのに対し、黒人は5500人に過ぎなかった。1900年の国勢調査で参政権の制限程度がわかる。アフリカ系アメリカ人は、囚人口の58%となっていたが、総計で78万1509人の市民が、基本的に参政権がなかった。参政権の喪失は教育のある者にも、教養のない者にも影響した。 その利益を代表する者がいないということは黒人が州内で不公平に扱われていることを意味した。黒人は売信員になることもできなかった。差別された学校や公共サービスは予算不足となった。法の執行は白人に支配された。アフリカ系アメリカ人は1964年及び1965年に公民権運動が 連邦法の成立を勝ち取るまで賛成権を復活させることができなかった。ベンティルマンの赤ちゃんと呼ばれた終戦媒制度は州内で決して公表を得られず、その執行についてはダーリントンで暴動が起こった。1907年戦媒法が撤廃された。1915年、アルコールの合法的な販売は住民投票によって禁止された。 ティルマンのサウスカロライナ政界における影響力は1895年に合衆国上院議員に転じた後に衰え始めた。民主党保守派が1902年に再度議会を抑えた。貴族的農園手段官クリンチヘイワードが知事選で勝利した。彼らは基本的な変化は起こさず、事実、ヘイワードは潜媒法を大きな困難の中で強制し続けた。 州内は急速な工業化を続けており、このことが新しい有権者階級、すなわち、面子工場労働者の増加となった。白人商作人や工場労働者が1910年の知事選では、ディルマン支持者のコールマン・ブリーズの講演でまとまった。彼らはブリーズが彼らを修正呪力の重要な一部にしようとしていると信じた。しかし、 ブリーズは知事に就任すると、工場労働者や貧しい農民に恩恵があるような、政策を何も始めなかった。その代わりに、ブリーズの4年間の任期は、非常に突飛な行動に終始した。このことで1914年の知事選では改革派のリチャード・マニングが勝利する道を作った。1886年、アトランタの新聞発行者ヘンリー・ W ・グラディは、 ニューヨークの徴収に向かって、その、新しい南部、ビジョン、すなわち、北部の経済をモデルにした南部について公表した。この時までに、北部に向けて輸送している綿花は、サウスカロライナでも加工できるという考え方がすでに、何人かの事業家サウスカロライナ人の頭にあった。この考えは、サウスカロライナ人にとって新しいものではなかった。1854年。 チャールストン生まれのジェームズ・ダウン・ディ・ブラウンさんデボーが創設したデボーの南部と西部の市場調査がサウスカロライナにある3つの鉄道線安価な原料、凍らない河川及び労働力を上げてサウスカロライナにおける製造業の可能性に投資するものに訴えかけた。これらの利点は南北戦争後も存続した19世紀の終わりまでに 戦産業がサウスカロライナ中で急拡大したが、特に内陸部ではタービンを駆動する川があったので、盛んになった。これは不況に陥っていた、オザクミ実リ経済を救った。白人にとって事態は好転していた。1902年、定地部でチャールストン博覧会が開催され、世界中からの訪問者を引きつけ。 サウスカロライナが回復しつつあるという観念を印象づけることが期待された。4月9日、その母がコロンビアの学校に通っていたセオドア・ルーズベルト大統領が会場を訪れた。ルーズベルトは北部と南部の間で今にも爆発しそうな敵意の仲直りを呼びかけた。1914年に改革派の知事リチャード・マニングが選ばれたことで、 事態は好転し続けた。1900年頃にノースカロライナからもたらされた明るい葉のタバコ栽培が広がり農業ブームをもたらした。このブームは不況で壊されたが、タバコ産業は回復し20世紀の終わり近くまで繁栄を続けた。南北戦争以前から綿花はあまり利益が上がらないにもかかわらず、州の主要農生産物であり続けた。 1919年、渡水虫が広がり州の綿花生産を破壊したが、これは南部全体でもそうだった。尾崎実や労働者は土地を離れなければならなくなった。公民権の剥奪と抑圧的人種差別、公的教育の予算不足や限られた機会と合わさり、綿花産業の破壊は、黒人も白人も多くのものを、北部の都市に向かわせ、より良い仕事。 子供の教育、投票権のあるところでの生活を求めさせた。1910年から1940年にかけての大移民にはアフリカ系アメリカ人も加わった。大移民の第二波は1970年代まで続いた。田舎の労働者であった者たちが、ボルティモア、フィラデルフィア、ニューヨーク、ニューヘイブン及び、ハートフォードなどの都市で都市型工場労働者になった。 第二次世界大戦中及びその後の軍事基地の拡張によって製造業に対する国内及び海外からの投資がありサウスカロライナを再度活性化させることに貢献したミシシッピ州やアラバマ州のような紛争地域と比較すれば1950年代と1960年代のサウスカロライナはやや滑らかに人種差別撤廃が進んだしかし 1948年には、州県民主党推薦でストロム・サーモンドが大統領選に出馬し、サウスカロライナの白人は、第二次世界大戦後も民主党が、連邦政府の管理職の強いニューディール政策を続けることに不満を示すようになった。サウスカロライナの黒人は、州の権限の南部版に問題があった。1940年まで、1895年の、 憲法に書かれた公民権剥奪の実施により、州内の投票権があると考えられる年齢に、達したもののわずか0.8%、3000人にまでアフリカ系アメリカ人の権利を制限していた。アフリカ系アメリカ人は19世紀以来代表者を選ぶことができなかった。1960年すなわち公民権運動の間に、 サウスカロライナの人口は238万2594人となっており、そのうちの35%近く82万9291人のアフリカ系アメリカ人は60年間その代表がないままにされた。非暴力の行動は1961年にサウスカロライナ州ロックヒルで始まった。この時9人の黒人で フレンドシップジュニアカレッジの学生が中心街のマクローリーの店で白人専用ランチカウンターに席を閉め退去を拒んだ警官が彼らを逮捕した時学生たちは200ドルの過料を払うかよく軍刑務所で30日間の手作業労働を選ぶかを言い渡されたフレンドシップナインと呼ばれることになるこの9人は校舎を選び彼らの選択が刑務所 保釈金なしの戦略を使ったために公民権運動における全国的関心を呼んだ。1962年にクレムゾン大学がハーベーガントの入学を認めたとき、州都大学の評議委員会がそれを妨げる法的請求を使い果たした後で影響力ある白人の口から非暴力あるいは他の比例な挙動は勘受されるべきという意見が出てきた。ガントの入学は 事故もなく、行われた。1963年3月16日、サタディーブニングポストは、サウスカロライナ州の危機対処法を、尊厳ある、人種差別撤廃、サウスカロライナ州がいかに平和を保ったかの内話話、という記事で褒め上げた。20年後、ガントは、ノースカロライナ州シャーロットの市長を務めることになった。1964年、 バリーゴールドウーターの高慮がサウスカロライナの保守的民主党員を刺激し党を変えていたサーモンド上院議員に引きられる共和党へ白人の大きな倉替えにつながった1964年の公民権法と1965年の選挙権法で最終的にサウスカロライナ州の黒人は選挙権を復活させたこの時以来アフリカ系アメリカ人は 国政、修正、及び地域の役職に対する選挙に常に参加している。1968年のオレンジバーグで起こった悲劇的射殺事件は、州の平和的な人種差別撤廃を打ち砕いた。ボーリング場のレーンを分離していることに抗議した、学生の暴力に過剰に反応した警官によって、3人が射殺され、30人以上が負傷した。 1970年、サウスカロライナ州が300周年を祝った時、その住人の80%以上は、州内で生まれたものだった。しかし、この時、以降、北部のものが、サウスカロライナのゴルフコースや海岸を発見した。州の特に海岸地域と、さらに内陸は徐々に観光客の目的地として人気が、出るようになりまた新しい到着者を引きつけた。 ジムクロー法の時代に南部を出ていったカロライナの黒人の子孫ですら戻ってきた。このように新しく入ってくる人がいるものの、州内で生まれたものの比率は約69%を保っている。1970年代、サウスカロライナはレコンストラクション以来となる共和党知事を選出した。1987年と1991年、 もう一人の共和党知事であるキャロル・キャンベルを選出した。元民主党員で共和党員のデイビッド・ビーズリーはその見解を再考させる精神の再生を経験していると宣伝して共和党員として知事選に出馬し勝利した。1996年、ビーズリーは議会議事堂にアメリカ連合国の旗が翻ったままにしておくことを正当化できないと宣伝して 市民を驚かせた。彼は多発する人種問題を原因とする暴力が政策とアメリカ連合王国の旗を再興させ、それが排除されるべきという結論に達したと述べた。伝統をもんじる者たちは、ボブ・ジョーンズ大学のボブ・ジョーンズ3世が同じ見解を持っていると宣言した時に、さらに衝撃を受けた。 ビーズリーはその人気を保ったまま1998年の選挙に出馬し、民主党の候補者はそれを阻止できなかった。注目すべきは、ビーズリーが民主党の3人目の挑戦者である、ランカスター選出の州下院議員ジム・ホッジスに敗れた、ことである。以前合法のギャンブルに反対していたホッジスは、ビーズリーが教育を支援するための州運営の、 宝くじ創設に反対したことを攻撃した。ホッジスは宝くじを公的教育を改善するために必要な税金と表現した。アメリカ連合国の旗をなびかせることに反対するビーズリーにホッジスは加わりたくなかったが、全米国人地位工場協会はホッジスに対する指示を表明した。USA Today の報告ではビデオギャンブル機械のメーカーであるコリンズは ホッジスの選挙運動に少なくとも数百万ドルを寄付した。この数字は1000万ドルになるはずだというものもいる。しかし、ホッジスの当選後、世論は着実にビデオギャンブル反対する方向に向かったので、この問題に関する住民投票を要求した。ホッジスは、個人的には合法ギャンブルに、ノーということが予想される大衆に加わるが、それに反対する。 政治運動は行わないと断言した。二大政党の批評家は、ギャンブル産業に対するホッジスの負債によって、合法ギャンブルに反対する運動に、ホッジスを関わらせないようにしていると示唆している。州憲法には、憲法修正条項の批准以外、住民投票に関する規定はない。州議会はホッジスが就任した後すぐに、州のビデオカジノを閉鎖した。 ホッジスは選挙の時にアメリカ連合国の旗問題に関してビーズリーが提案して人気を増していた妥協案に同意すると告知した。ホッジスは衆議会議事堂の敷地に旗の代わりにアメリカ連合国の記念碑を置くことを指示した。多くのカロライナ住民がこの提案を唯一の解決法として同意した。さらに住民は 州内への各燃料廃棄物輸送というホッジスの解決法も称賛した。ホッジスは、中道の有権者とは、疎遠になり、その結果2002年には、州内主要新聞の大半が彼に代わる、マーク・サンフォードを支持した。ホッジスは1999年のハリケーン・フロイドの時の避難誘導を州が誤ったことについて責任があった。 2000年と2001年にはハリケーンがなかったので、ホッジスのフロイド語の改善がうまくいくかを市民たちが判断する機会がなかった。2002年、サウスカロライナの市民は、ホッジスのサウスカロライナ教育宝くじからの収益が、田舎や内陸都市の小学校、中学校、及び高校の改良によりも、大学の奨学金支払いに使われていることを知って驚かされた。 ホッジスは宝くじのための運動中に定級学校の成果を批判していた。批判者の中にはホッジスの教会ユナイテッドメソジストの指導者たちも含まれていた。彼らは宝くじを貧しい者が中流階級へ放出するために払う税金だと非難した。宝くじの最初の年、ホッジスの運営陣は高校の生徒で上位30%に入った。 卒業生である B クラスに入り、サットで1100点をマークしたサウスカロライナの者たちに認めるライフ奨学金に4000万ドルを与えた。また低い学力でも認めるホープ奨学金には580万ドルを与えた。ホジスは2002年の知事選でサリバン党からの元合衆国会議員で共和党の恩恵派マーク3報道に敗れた。ありがとうございます。